次期戦闘機開発が進む中、中国の脅威が増し、日本の防衛に大きな変革が起きつつあります。自民党が第三国への防衛装備輸出を可能にする法案を提出するために、公明党と審議、公明党を拒否しているとの情報をキャッチしました。今回は自民党と公明党亀裂発生で消滅化を詳しく見ていきます。NGAD 計画は第三国への輸出を念頭に置いており、日本がこれを承認しない場合、イギリスやイタリアとの間で問題が生じる可能性があります。公明党とはもうやめだね。2023年12月に入り現在の日本で連立政権を組む自民党と公明党との間で、防衛装備移転三原則の運用の指針をめぐり、第三国への防衛装備品の中で、他国と共同開発を行うもの扱いについて合意が先送りされることが確実となった。防衛装備品の中で、他国と共同開発を行うものとは、具体的には、昨年2022年末に、日本が、イギリスとイタリアとの3カ国による共同開発を公式に発表した NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスのことを指している。NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、現在の航空自衛隊が運用を行っている F2 戦闘機を代替するため、有人戦闘機としては、そこで開発される機体を2035年までに実戦配備しようとしている計画である。この NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにおいては、単に F2 戦闘機を代替する有人戦闘機の開発に止まらず、それらが完成する無人航空機等の周辺の航空戦闘システムも包括する計画となっている。しかし、現実的には、現在およそ90機が実戦配備されている F2 戦闘機を代替する機体を生み出す点が大きな注目を集めており、日本が初めてアメリカ以外の国々と主要兵器の共同開発を行うプロジェクトとして知られていることは言うまでもない。そして、この NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいて生み出される有人戦闘機に関しては、イギリスやイタリアといった共同開発国に限らず、第三国への輸出を政治的に可能とする判断が注視されてきた。現在の日本の政権を担当する無自民党と公明党とは、与党内の作業部会を通じて、2023年中に、この次期戦闘機の第三国への輸出を容認する方向で議論が進められていたというのが、これまでの大筋の解釈であったといえる。次期戦闘機を第三国に輸出する仕組みを整えるには、防衛装備移転三原則の運用の指針の中に設定されている、救難、輸送、警戒、監視、掃海という5つの類型を撤廃するか、必要な類型を、再度政治的に検討し細分化して認めるという、2つの対応が有力視されていた。問題を単純化して述べるとするならば、自民党側は、救難、輸送、警戒、監視、掃海という5つの類型を撤廃するという主張が主で、公明党側が必要な類型を再度政治的に検討し細分化して認めるという方向であったと言ってよいだろう。いずれにせよ2023年内にはこの連立を与党の自民党と公明党とが次期戦闘機の第三国への輸出を政治的に可能とするべくその落としどころをどのように定めるのかが政治的な焦点になるものとこれまでには考えられてきた。しかし2023年12月1日、公明党の石井幹事長は、記者会見の場において、防衛装備移転三原則の運用の指針の解釈について、慎重を期すべきとのコメントを発し、自民党と公明党の与党内分でのコンセンサスが取れていないことを感じさせた。また、これに続いて、12月5日にが、公明党の山口代表の記者会見でも、同氏は、この件について、これまでも、自民党と自党が意思決定の過程で合意を行ってはいないと述べるに至り、本年内でのこの件をめぐる与党内の合意は絶望的だと報じられている。これまで2023年7月の時点では、自民党と公明党の間の議論における防衛装備移転三原則の運用の指針については、大筋で第三国への輸出を認める方向で推移していたとされ、自民党側としては、公明党側の変説を批判する声も上がっている。公明党側で、
防衛装備移転三原則の運用の指針をめぐる見解に慎重論が復活した理由としては、2023年10月に正起したイスラエルとイスラム過激派ハマスとの軍事衝突など、世界的な紛争の発生を危惧したものとの見解も聞こえる。公明党は、その支持母体である創価学会の池田名誉会長が、2023年11月に急逝したことにも絡み、表向き平和を追求する政党として、同志が同党を創設した経緯もあり、世界的な紛争の激化に懸念を抱いているとの見方も根強い。ありていに言えば、このまま防衛装備移転三原則の運用の指針を現状よりも緩和し、第三国への兵器輸出へと日本が舵を切る事態となれば、創価学会が掲げる平和の理念にも齟齬が生じることになりかねないとの憶測も呼んでいる。そもそも、創価学会の池田名誉会長は、スタンスとして中国共産党と近しい政治的な関係を維持していた経緯があり、公明党も政党としては、その意向を反映した親中的な政治姿勢を今も継続しているという現実がある。個人的に見れば、こうした公明党という政党の親中的な振る舞いと、大枠としての自民党とのスタンスとの間には、大きな乖離がもともと介在していたとしか思えないのだが、自民党内の親中的な勢力も、思いのほか、大きな影響力を保持しているのだろう。日本国内の、こうした政治的な状況は置いておくとしても、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいて生み出される有人戦闘機については、イギリスやイタリアは、無論、第三国への輸出を念頭に、その計画を進めている。この機会に、日本でも、次期戦闘機の第三国への輸出を是が非でも推進したいと考えている自民党の一部からすれば、公明党の、こうした政治的な態度の後退は、その考えを危うくするものだとして、批判の対象となってきている。今の自民党と公明党との状態が継続されるようであれば、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいて、日本のみが、第三国への輸出を行えないという事態に置かれ、イギリスやイタリアとの間に齟齬が生じる可能性がある。ことに、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいて生み出される有人戦闘機について、イギリスは、第三国への輸出を前提に、計画の推進を図っているため、日本の第三国への輸出が前向きにならないことには懸念を強めている。イギリスの駐日大使を務めるロングボトム氏らは、2023年12月1日に自民党の元の防衛大臣を務め、本作業部会の責任者でもある小野寺氏と会合の席を向け、率直にその懸念を日本側に伝達したと報じられている。イギリス側としては、日本が NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいて生み出される有人戦闘機を第三国へ輸出ができない場合、イギリスやイタリアの対外的な評価の下落、関連企業の不利益についても損失につながると見ている。加えて、その場合、日本国内で NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの有人戦闘機の生産に関わる予定の企業に対しても、予定された生産の依頼自体が果たせなくなる可能性についても言及している。このようなイギリス側の指摘を受けて、日本国内で NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの有人戦闘機の生産に関わる予定の企業にも不安の声が上がっているが、いずれにせよ、2023年内での結論は見込めない模様だ。仮に、日本国内で自民党と公明党とのコンセンサスが図れたとしても、個人的には、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスで生み出される有人戦闘機が、日本から、第三国への輸出が、単に容易になるとは言いづらいと感じる。兵器輸出自体が、表面的なスペックや仕様が優れてさえいれば、軌道に乗るという性質のものではなく、その輸出国に対する安全保障政策まで照らして、利点を感じるものでなくては、到底おぼつかないと思えるからである。そうした意味では、ロシア・ウクライナ戦争の余波によって、お隣の韓国などは、戦車、自走砲、ジェット練習機といった装備品を、ポーランドを中心とする国々への拡販に成功を収めているが、日本が、同様の成功を得られる可能性は少ないだろう。
それは、結果的に、ポーランドなどの一部の国と韓国の軍事産業との間に、納期という、時期的でイレギュラーな要素が偶然にも一致した結果であり、必ずしも、韓国の兵器がスペック的に評価されただけとは言い切れないことを無視はできないからだ。